崎チャンネル。じゃん。金曜日、ソチャイク。はい、のお時間でございます。はい、関水木ね、後半戦も始まって、2カード目になりましたけども、結構ね、天候不良ですね。試合中止になった試合が多いですけども、きっちり、全試合、ソチャイクしていきたいと思います。さあ、ということで、今回、パ・リーグからね、オリックス対日本ハム。8月17日は、雨天中止。で、18日、5対2でオリックス。で、19日も、雨天中止っていうところでね、1試合のみの試合になりましたけれども、1勝0敗で、オリックスのね、勝ち越しになりました。この試合、オリックスね、スパークマン、来日初先発というところでね、4回74球、3安打3三振、3四球、1デッドボール2失点。まあ、まっすぐカーブ、スライダーチェンジアップっていうね、投球になりましたけども、全体的にちょっと制球不安定。あと、ストライク、甘め多い。だからもうパワーピッチ、もう勢いで投げて、もう甘めで投げてっていうところで、で、ちょっと制球も不安定で、まあ評価としてはやっぱもう次回持ち越したね。正直まだちょっとよくわかんないね。でもどうな、先発どうなんだろうっていう、リリーフ向きかなっていうね、ところはありますけど、まあ次回このね、登板でまたチェックしていきたいと思います。で、日本はね、河野、ね、久しぶり先発、ね、最初先発出て、で、リリーフになって、先発戻って、で、中から勝ち星です。で、今回ね、久しぶりの先発っていうところになりましたけども、4回3分の2、97球、7安打3三振、2四球、1デッドボール、3失点と。まあ、投球割合は、ほぼストレートスライダー。で、まあ、チェンジアップ、まあ、投げるけども、ほぼ割合的にはもうない。あと、制球定まらないっていうところね。だから、対角線の投球はね、ほとんどっていうところでの投球でしたけども、やっぱりこの、勢いある間はいいしね、こうまあ、もちろん勝つ時もあるし、いいピッチングする時もあるだろうけども、やっぱりこのね、チェンジアップっていうところをもうちょっと精度よく投げきれないと、なかなかローテーションを回っていくのはね、厳しい投球かなと正直感じましたね。あとね、左バッターに対して3回ね、T 岡田、で5回ね、吉田正尚への、インコースのストレートっていうのは非常に有効的に使えたんで、そこが良かったかなっていうところはありますけども、大体的にこの対角線のストレート、スライダーがね、メインっていうところになってくるところが、ちょっと投球のね、幅が少ないかなっていう印象はね、ありましたね。で、オリックス、攻撃、そつなく、ぐっと。初回ね、福田がレフト前に出て、で、ツーアウト満塁になってから、まあ、ここで一本欲しいっていうところでね、T 岡田がしっかり2点タイムリーをね、ライト前ヒットに打つ。で、5回もね、まだ福田から、やっぱりね、この、福田からがね、この、その前のロッテ戦見てても、この一、福田宗の連動が、できれば、やっぱ得点チャンスっていうのは結構増えていくけども、この1、2番がちょっと沈黙すれば、なかなか得点にね、結びつかないっていうところで、この日はね、しっかり福田がね、いい形の出塁ができたかなと。5回もね、福田がセンター前で、胸送りバント。吉田がね、サードファールフライに倒れるけども、杉本フォアボール。で、ワンアウト1塁になって、足立がね、レフトオーバーのタイムリーツーベースっていうところでね、5番足立が2打数2安打1打点、今日、非常にね、いい、勝負どころのね、1本が出たかなと。で、8回ね、吉田正尚、ライトへツーランホームラン。非常に効率的のいいね、点の取り方をしたかなと。でも、その中でね、若干、リリーフはね、バタつくっていうね、いうところがちょっと続くところがね、不安要素はありますけども、でもね、5回、ピンチで出てきたね、まあ、山田に代わって、西川春樹、ピッチャーのね、内野安打、そして近藤がアウトになって、ね、野村ヒット、で、ワンボールもフォアボール、このワンアウト満塁から、まあ、この浅間をね、三振取れたっていうのはね、非常に大きいけども、で、高浜出てきて、で、ここで吉田、これね、ショートゴロ、きっちり打ち取る、ね、グッと。ここで1本出てたらね、ちょっとよくわかんなかったかなっていうね、ところもありますし、7回もね、ピンチで澤田がね、非常にグッドリリーフ、だったかなと。7回もね、西川フォアボール、でね、近藤、センター前ヒットね、富山がこう連打を食らって、で、こうダイヤ杉谷、バント、ファールフライ、アウト、バーッ、ここでバントきっちりしていかなきゃね。まあ、代々出てきてバントっていうのは非常に難しいけども、でもこういったところをそつなくやっていかないと、今の日本ハムに明るい光が来ることはないよっていうところのね、で、その後ね、太田大志、センターフライ。で、ツーアウト一塁からね、浅間が三振に倒れるっていうところで、この太田からね、代打澤田が出てきてしっかり抑えるっていうところで、この澤田、そして吉田、グッドリリーフだったかなと思います。で、全体的にね、日本ハムの、攻撃、まあ、チャンス作るもっていうところでね、ワンボールの、2点タイムリー、ありましたけど、あれは3回表ね、ありましたけども、まあ、7回ノーアウト1塁でね、先ほど杉谷バント失敗あったりとか、まあ、6回以外は全てランナー出すんだよね。全てランナー出すけども、それを得点に結びつけれないっていうところでね、この、
打線の絡みっていうところがね、非常に、あとバントミスが多いっていうところね、あと一本出ないっていうところで、結果ね、オリックスが効率よくね、点取った試合になったかなと。まあ結果1試合しかなかったんでね、一勝。まだ日本はね、後半戦勝ち星なしっていうところでね、次の対戦、楽天となるんですかね。そこはどう肯定していくのかっていうところが、ポイントになってくるでしょうね。で続いて、楽天対ソフトバンク。11日はね、雨天中止になりまして、18日、0対3でソフトバンクの勝利。でこちらはね、2連戦というところでね、結果1勝でソフトバンクのね、勝ち越しになりましたけども、まあ、この日ね、ソフトバンク戦が、後半戦初先発。まあね、前回、レギュラーシーズンの登板はね、ロッテ戦、10失点したところ。で、まあ、オリンピックではね、この短いイニングっていうところで非常に素晴らしいピッチングだった。これがレギュラーシーズンになって、長いイニング投げれるのかっていうところがね、ポイントになって、この試合どうなるのかって言ったところですけども、まあ、結果的に言えばね、6回89球、2安打6三振、1四球、1デッドボール、無失点と。この日はね、特にストレートのコントロールが、ガッと非常に良かったかなと。右バッター、左バッターね、左右関係なくインコースの投球っていうのが非常に素晴らしかったし、精度が良かったね。だからそこを回もね、思い切ってね、リードしたっていうところもありますけども、まあね、カウント球にスライダーをね、有効に使って、前半をね、ストレート中心で攻めて、で後半はね、フォークボールを多投していくっていうところで、この強弱をつけながら、まあ丁寧にね、回はリードしたかなっていうね。で、まあ一番印象的だったね、このナイスリードっていうところはね、4回裏、対岡島に対してね、インコースストレート、ストライク。で、インコースストレートボールになって、アウトコースストレート空振り。で、もう一回インコースに帰って、お、ストレート4球続けた後、最後フォークボールで三振。これ見事。そのね、リードにも応えれる千賀の制球力っていうのがね、非常に良かったかな。で、しかも6回もね、しっかり投げ切って、まあ89球っていう途中ね、ちょっと転んだりしたところありましたけども、この後半戦ね、やっぱりソフトバンクの投手陣の中で、やっぱ千賀がね、キーポイントになってくるので、ここからね、どういう展開になっていくのか。非常にちょっとね、本人もそうですけども、チームも全体的にちょっと安心できるね、ピッチングができたんじゃないのかなと、思います。対するね、楽天、早川ね、6月20日以来のね、登板になりましたけどね、強化試合、侍ジャパンの試合ではね、投げましたけども、レギュラーシーズンで言えば6月20日以来の登板。ね、6回98球、10安打4三振、2四球、3失点。まあ、立ち上がりね、3失点したけども、しっかり試合まとめるっていうね、ちょっと援護点なかったかなと。ね、あと内野安打、ポテンヒットなど、ちょっと不運な当たりもね、多かったかなっていうところありますけども、まあ、柳田、中村のね、ショート内野安打。あそこがね、ちょっと小深田がセカンドベース寄りに守ってるのかな。あんまり深いところまで転がってないんだけども、まあ、内野安打になってしまったっていうね、この守備位置がちょっとね、裏目に出ちゃったかなっていうところもありますし、ソフトバンクはね、もう初回から、ツーアウトからね、この柳田のショート内野安打。栗原がね、ライト線上のね、こうツーベースを打つんだけども、柳田がね、三塁までちょっと顎で上がりながら全力疾走、ホームヘッドスライディング、グッソーレ。非常にね、ここで1点取れたっていうのは良かったけども、で、その送球間に栗原が三塁に行って、その後デスパイネがセンター前タイムリー。この1点がね、非常に大きかったかなと。あと2回もね、マッチのセンター前、ポテンヒット。で、今宮しっかり送って、三森サードゴロで三塁進出。で、アルバレスフォアボール。ここがね、早川唯一のね、ダメポイント。ね。このアルバレスのフォアボールが痛かったね。ここしっかり勝負して、抑えていけば2失点で済んだかもしれない。このアルバレスのフォアボールで、で、柳田のライトのタイムリーに繋がったっていうね。この柳田に打たれたっていうよりも、やっぱこのアルバレスのフォアボールがね、非常に痛かったかなと。でもね、この早川もね、このオリンピック休み間に岸に教わったね、カーブっていうところがね、結構多投して、まあ打たれたのもあったけどね、抑えたのもあったっていう。でもここね、投球の幅の強弱がついてね、非常に良かったかなと思うんで、まあ次の登板でもね、さらに期待したいっていうところもありますし、まあまあね、まあ序盤3失点したけども、非常にね、試合はまとめたかなと。あとね、このアルバレス、どうでしょうね。ちょっときついか。ね、インコース詰まるからね、ちょっと離れてるのに被りながら行って、バットの出方が悪い。だからアウトローとかは打つかもわかんないけども、もうほぼもう日本ハム戦から全員一緒。インコース攻めてアウトコースに落とすっていう。でもそのインコースを詰まるんだよね。で、あとファールにするっていうところで、このインコースのさばきがうまくならないと、ちょっとまあ打つと思うよ。それはね、ずっとノーヒットはないから、いずれ打つと思うけども、継続的に打つっていうのはちょっと難しいんじゃないのかな、現状。あのインコースのさばき。今度ね、の試合、ロッテ戦になりますけど、の2期、ね、もう試合出るならば、そこら辺のさばきがどうなのか、皆さんね、ぜひチェックしてもらいたい。あと、ロッテ投手陣がね、インコースを攻め切れるのかっていうところもね、ポイントになってくると思います。結果ね、1勝でソフトバンクの勝ち越しになりました。続いて、ロッテ対西武。
17日2対8でセーブ、そして18日5対3でロッテ、そして19日3対3の引き分け、結果ね1勝1敗1分けありました。11日の試合8対2でねセーブというところで、ロッテね岩下先発4回ね89球9安打2三振2四球7失点と、ちょっと立ち上がりね変化球ボール球振ってくれて自分有利のカウントになって投球できたことによって0点でいけたけども、まあ、2巡目ぐらいになってからは制球が乱れ出して、でその低めのボール球とかねコースのボール球を振ってくれなくなって、ストライクゾーンで勝負して勝負負けたっていうね、そのストライクゾーンの中でやっぱり勝負していく球をもっと磨いていかないと、ボール球は振ってくれたらいいけどね振られなかったら終わることだから、結局そうなってくるとストライク先行で勝負しなきゃいけない、でボール球振ってくれないでストライクゾーン行くでカウント負けでストライクゾーンで勝負しきれないで結局そこを打たれるっていうところでね、ちょっと失点にね繋がってしまったかなと。逆にね西武先発高橋7回110球9安打5三振1四球、2失点と、ね、逆に高橋はストライクゾーンの中で勝負できてそこでしっかり抑えれたと、ね、6回裏2アウト2、3塁から代打角中のこのインコースストレートのストライクゾーン、これからのレフトフライ、ここで勝負あり、ここが一つの、ね、ポイントだったかなと。まあ、だからこのね岩下と高橋の一番の大きな違いはストライクゾーンで勝負になったかならなかったかっていうね、高橋は勝負になった、岩下はそこが勝負にならなかったっていうところがね結果点差につながったかなと思います。あと3番森がね5打数5安打と得点に絡んでね非常にいい連動をしたっていうね素晴らしいバッティングだったと思います。あとねちょっと気になったのはねロッテの佐藤俊也もね8回表ね2度のブロッキングミスでねワイルドピッチになるっていうね、遅いねそのボールに入っていくのが、あとボール見てんのかなっていうね、こう変化球逆に弾くのはもう逆に弾くんだよね、でそれを見てたら反応できると見てなくてドーンって座ってるだけだから、そこもちょっと改善していかないとねっていうね、ちょっとっていうところはあるかな。で18日5対3でロッテっていうところでね、この日ロッテ先発小島、6回95球5安打4三振3四球1デッドボール2失点と、制球ねちょっと不安定っていうところもありましたけども、なんとか粘りの投球で勝つことができた。でもこれね勝ち切るっていうところが大事なんで、ね、いつもそんな、ね、調子がいいわけじゃないんで、小島にしては珍しくねちょっと制球不安定でしたけども、しっかりね抑えきれたかなと。で特にね立ち上がりスライダーっていうところでね制球ができずちょっと苦労したかなっていうところはあるけども、まあ、風が強くてねちょっと12メーターぐらい吹いてたんで、ちょっと風が強くちょっとアジャストするのに時間かかったかなっていうところはありますけども、まあなんとかね粘りの投球したかなと。でね、ロッテはね2回裏いい手の取り方っていうところでね、レアードがレフト前で、山口レフト前で、安田がねレフトタイムリーヒット、でエチェバリアこのレフトフライ、この時にセカンドランナー山口がタッチアップグッとでね、まあ、あの源田の送球がそれて、で一塁ランナー安田もね二塁へ行く、でワンアウト2、3になって藤岡がねセンター前タイムリーヒットっていうところでね、しっかりこの点を取ったっていうのはね非常にいい形の点で、しかもあのその山口のね三塁のタッチアップっていうところもナイス判断だと思いますね。でワンアウト1、3塁になって加藤の打席、おーもうこれもう1点いこうっていうところでね偽装スクイズ失敗っていうところでね、まあ、キャッチャーの森もね全く惑わされなく間髪入れずにセカンドスロー投げて、で藤岡がアウト、もう最も恥ずかしい、偽装スクイズしたのに相手が騙されないで間髪入れずにセカンド投げられて盗塁アウトで無得点、これはね正直本当恥ずかしい、カットの演技も下手くそだったかなっていうところもあるしね、ちょっとバレバレだったかなっていうところはありますよね。でまあ今日のねロッテっていうところで言うとね、欲しいところでね1本出たっていうところがねやっぱこの17日の違う、これ比較的ねこの今日の試合もそうだったけどヒットは出てるんでね、その1本出るかどうかっていうところでねこの18日の試合は出たかなとね。まあ、西武はねこの一番のちょっとね問題だったところが、まあ、5回の守備だね、ワンアウトから藤岡のね打球をセンター岸がねちょっと万歳してスリーベースにしてしまう、でね1、3塁から加藤のね、ショートゴロでね、藤岡が帰ってきてね、1点取るっていうところはあったんだけども、まあね源田がね悪送球になったけど、あれはねそもそももうタイミング的にねセーフ、あれちゃんと投げててもセーフだから、もうあそこ技術のミスっていうより判断ミスかな、ファーストで良かったかなっていうところありますけど、でもここはね実質守備ちゃんとしとけば岸のね0点で抑えられたんで非常にもったいない、ひょっとしたら勝てた試合だったかもわかんないよね。でもその中でもライトアイトのねライトゴロエチェバリアグーッと、ああいうのはね日頃の練習の時からしっかり狙ってないとねなかなか難しいプレーだったと思いますけど素晴らしい。
そして19日3対3の引き分けっていうところになりましたけども、まあね、あのロッテ先発鈴木、久しぶりのね先発になりましたけども、非常に素晴らしい立ち上がり、素晴らしい投球だったかなと。インコースのストレートもしっかりコースに投げ切れてたし、アウトコースのねツーシームっていうところも非常に落差もあってコースに投げ切れてた。でスライダーもいい高さから投げれる、本当に素晴らしい立ち上がりで素晴らしい投球だったけども、一つのミス、この一つのミスが3失点しなかった。それは何かっていうと、まあ、あの4回の表に3失点したところなんだけども、ワンアウトから森がライトへ、ね、ライトへヒットを打って中村のサードゴロで、この2アウト2塁初めて得点圏に行った時に栗山をフォアボール、ほんで今まで素晴らしいピッチングがついてた時にこの栗山に対して、まあ、点を取られてはいけないね、先制点やっちゃいけない、だから抑えるっていうことよりも点をやっちゃいけないっていうことのメンタルになったと思うんだよね。それによって今までできてたことができなくなった。コースにより狙いすぎてボール先行してフォアボールになってしまう。でその後に山川のスリーランが出るっていう、この栗山のフォアボールが痛かった。でこれね、山川のホームランっていうのも1打席目にツーシームをねセンターあのギリギリフェンスギリギリのところの大飛球打たれてんだよね。風がなかったらひょっとしたら行ったかもしれないっていう打球を打たれて、キャッチャー加藤が多分アウトコースは危ないと思うんでインコースに多分シフトチェンジねしたと思うんだよね。でその中で山川に対して、まあ、初球ねインコースストレート、これがファールになって若干詰まり気味で低めのスライダー投げて、本当は外行きたかったところをインコース行って甘めに入ってホームラン、ね、風に押し戻されることなくナイスパワーでねホームラン入ったけども、実際そのツーシーム打たれたっていうのも高かったから低めに投げとけよかったっていうところをね、インコースにこだわりすぎてね一発打たれたっていうところがね、まあ投げミスで真ん中行ったっていうところもあるけども、この栗山のフォアボールっていうのがね非常に痛かったかなと思います。で、西武先発本田は本当に多分状態本当に悪かったと思うんだよね。ストライクボールもはっきりしてたし、このもうちょうどいい高さにボールが集まっちゃうし、甘いところに何球も来るっていうところで、まあこれはもうロッテ打線ね、この千葉テレビで解説させてもらってたんで、もうこれはもういつもいつでも仕留めますよっていうところで感じでしたけど、ランナーは出るけども一歩出ないっていうところでね、しかもいい当たりするけども全部正面、このね本田の粘りの投球っていうのも非常に素晴らしかったですね。でまあ5回でねスパッと変えるんだけども、まあこの交代は仕方ないかなっていうところもありますけども、この状態が悪いのにこの0点で抑えるってこういうのが大事ね。であとロッテはそこを一本仕留めれなかった、打球上がらない正面つくっていうね、あーこれ運ないなっていうところでね。で7回、ここでねあのピッチャー増田出てきてね、まあ、前回楽天戦も失点しましたけど、全体的に綺麗なしコントロールないからもうちょっと調子上げていかないとちょっと苦しいかもね。でここでね、まあ、1点取って、いやこれもう1点いけるぞっていうね、こう逆転できるぞっていうところでね、ちょっとレアとかね打ち損じたっていうところもありますけども、ここでねちょっと増田の状態上がってこないね。で8回裏、ね、ギャレットが出てきて、ワンアウトからね代打岡がねセンター前ヒットに打って、でエチェバリアは三振、ツーアウトになってからこの藤岡のフォアボール、これが痛かったね。で、まあ、でその後に佐藤俊也の時にこの、ね、ワイルドピッチ、このワイルドピッチが同点になったね。あそこワイルドピッチなかったら佐藤にヒットを打たれてたとしても多分同点までいかなかったと思うんだよね。このワイルドピッチが 2,3 塁にしたことによって外崎と源田が二遊間を詰めて一二遊間を大きく開けてしまった。それがボテボテになって抜けた。で打球が遅かったがためにセカンドランナーがホームに帰ってくることもできた。でもあのワイルドピッチは森は止めれます、ね、反応がちょっと遅かったっていうところがね、ちょっとバットポイントかな、あれがちょっともったいないね。もうだから勝ってたね、もう自滅で追いつかれたっていうねところになりますけどね。まあ、9回はね表裏は増田、そしてね平ね、2人とも本当に素晴らしいピッチングだったと思いますけども、そこがねちょっとミステイクだったかなと。あと追い込んでからちょっとチェンジアップにこだわりすぎて、そのチェンジアップがねこのスプリット系があのギャレットがねその狙いすぎてうまくはまらなかったっていうところで、もうちょっとストレートでもよかったかなと。あと藤原の時投げたスライダーがね良かっただけに、もうちょっと違う早めにねそういう球もやっておけばよかったんじゃないのかなと、まあこれ結果論になりますけどね、感じながら解説してましたけど、皆さんどんな感じでしたか。まあ結果ね引き分けになって、まあロッテはよく追いついたかなっていうところでね、1勝1敗1分けの5分になりました。さあ続いてセリーグね、ヤクルト対巨人、こちらね松山で2連戦になります。8月11日13対3でヤクルトで、18日2対3で巨人、
1勝1敗の五分という形になりましたね。で11日13対3でヤクルトということでね、ヤクルト同点に追いつかれた6回裏一気に9点取って試合を決めるというところになりましたね。まあ、初回ねワンアウトでここでね、山田の、ピッチャーゴロで二塁ランナー塩見がね三塁へ向かうんだよね。まあすごいよね、そう、ピッチ普通のピッチャーゴロで三塁行ってて、しかもまあ足早いっていうのもあるけども、まあ、よくねそのね試合映像を見るとですね、まあ、第2リードが真ん中ぐらいまで行ってんだね。だからこそ3塁行けたっていうのはあるけど、普通はダメだね。ピッチャーゴロでっていうところでね。まあなかなかない走塁だったんですけど、まあでもあそこまで第2リードしてたら、まあ他球団の皆さんね、ピックオフプレーっていうのもひょっとしたら有効になってくるんで、昨年は面白いかもわかんないですね。でもこの3塁行ったことによって、2アウト3塁で村上の打席にワイルドピッチで1点入るっていうね、この塩見の3塁の走塁がね、生きたっていう形になりますけども、ここでキャッチャー大城ね。最初膝ついてないんだけど、膝ついて取りに行くから、結局下半身が固まって、手で行くしかなくて、で、股の下抜けるんだよね。バーンと。あれを、ノーパンだったら膝ついてね、そのまま取っていいけど、ワンパンの時にはあのまま膝つかないで、ブロッキングの姿勢に行くような形にしないと、下半身が止まってるから、動きが連動性なくて、もう手だけで行ってね、そのボールに反応できないっていうところあるんで、そこら辺はちょっとキャッチングね、姿勢としては直した方がいいかなと、思います。でね、6回表、こう印象的だったのが、高橋がね、ボークするんだよね。坂本のところでね。ボークした時に、すぐね、村上がね、マウンドへ行って声かけるっていうね、この村上の姿勢に、ぐっとね、こういったところね、簡単なようでなかなかできないけども、そう、試合全体を見れてる、で、試合の流れを見れてるっていうところではね、この村上のね、ボークの後のすぐのね、高橋奎二に声でかけたっていうのはね、非常に素晴らしい行動だったかと思います。でね、問題の6回裏っていう形になりますけども、まあ、山田哲人がね、いきなりレフトへホームラン。で、村上三振だとね、このオスナのね、ショートゴロ坂本の悪送球、これ見た方でエラー2個絡むんだよね。で、ピッチャー鍵谷に代わって中村がね、センターへヒット。でサンタのねサードゴロワンアウト一三塁、岡本よく取ったよ、よく取ったけど悪送球になるんだよね。非常にですね、取るまでは良かったけどね。でその後ね本山県議の方がボールで歩かされて、ピッチャー応援に代わって代打川端がセカンドでねタイムリー内安打、で塩見押し出しフォアボール、八尾木がセンター前タイムリーっていうね。で山田倒れて村上がねタイムリーツーベース、オスナもねレフトにタイムリーっていうところでね一挙に9点取るんだけども、このエラーがねやっぱりこの絡んでるからちょっともったいなかったね、全体的にはね。まああとはよくね打線がつながったっていうところもあるし、まあ巨人はねこの試合ね、今村鍵谷大江桜井とね2失点3失点3失点3失点とちょっと系統策が不発ってねいうところになったかなって、まあこれはもう巨人としては仕方ないんで、この9回よくねヤクルトがパンパンパンとね行ったっていうところは、ありますね。で18日、2対3で巨人っていうところになりますけども、この日巨人直江先発ね、4回74球6安打3三振2四球2デッドボールで2失点、全体的に球がね高く甘くね、ちょっと特徴分かりにくかったね、ピッチング的なところでね。まあ一つ間違えたらね大量失点っていう場面はね結構あったと思うし、まあ大城もね、まあ粘りのリードでねなんとか踏ん張ったっていうところもありますけども、これリード相当ね難しかったと、思います。ヤクルトはね石川6回72球3安打4三振1四球1失点と球数少なくストライク先行でいって持ち味を出してグッドピッチだったんじゃないのかなと思いますね。非常にあとね24勝で200勝、ぜひ行ってもらいたいですね。頑張ってね。でもこういうね、ピッチングしてたら絶対いけるんで、あとはね、援護点っていうところね、だったかなとは思います。ヤクルトのね、打線はね、3-3ね、再三チャンス作るも、1回、3回、5回、6回、このね、4度のダブルプレーでね、チャンスを潰すっていうところがね、非常に痛かったかなって。で、今日の試合、巨人ね、田中、でね、畠、高梨、デラロサ、ビエイラってね、この系統、グッと、ね、昨日はねやられた系統、まあ全然違う人選だけども、非常にね5回以降ねノーヒットっていうところで、ね、勝ち切ったっていうね、非常にロースコアをねものにした素晴らしいゲームだったと思います。まあ結果ね1勝1敗の五分というところでね、どちらがね首位に行くのかっていうね、実戦以降もね非常に厳しい戦いがね続きますけど楽しみですね。続いて DeNA で阪神、17日2対6で阪神、18日2対5で阪神、19日5対4で DeNA。結果、2勝1敗で阪神の勝ち越しになりました。17日、阪神先発、青柳。ね、オリンピックではね、ちょっとね、
自分のね本領を発揮することなくね、ちょっとバタバタっとしてしまいましたけども、まあ、帰ってきてねシーズン始まってこうタイガースの一員で、後半戦8先発っていうところでね、まあオリンピックではねリリーフやってたんで長いイニング投げてなかったんでね、そこら辺もどうかっていうね、でオリンピックの時うまくいかなかったそこはどうかっていうところでね、多くの人がね心配してたところもありますけど、どういった投球できたのかっていうところでね、まあ6回118球6安打7三振3四球2失点と、まあ制球ねばらついたっていうのはあるけども、粘りの投球でまあしっかりね2失点で抑え切ったっていうところはねさすがっていうね。でこの試合勝ち投手になって、防御率と勝ち星でトップかなに立ったんじゃないのかなと思いますけども、まあオリンピックをね一安心っていうとだったところじゃないですかね。逆に DeNA ね浜口5回3分の2 120球5安打3三振6四球3失点と、もうリズム悪すぎっていうね、もう制球乱れまくりでよく3失点で踏ん張ったなっていうね、この日解説させてもらってましたけども、本当にもう大量失点してもおかしくないような状況だったかなっていうね。まあその中でね阪神、佐藤ね初回ワンアウト満塁からねライト変則タイムリーね、この二塁ねサンズ三塁ストップはこれはバットかな、やっぱワンアウトの場合はハーフウェイ取って抜けたの見て回ってきたら帰ってこれたと思うんだよね。ちょっとタッチアップに向かってたっていうところもあるんで、そういったところではちょっとここもったいなかったかなっていうところはありますよね。あと3回ねライトホームラン、あのインコースの難しいところをホームランで、6回はねインコースより入ってきたところほど左中間っていうところでね、まああの今日19日の試合もねホームラン打って田淵さんのね記録を、あのタイガースの記録を新人ね最多ホームランの記録を抜いて本当に素晴らしいなっていう、あのインコースホームラン打たれた苦しいね、でも打った瞬間っていうところね本当に素晴らしい、ね、怪物新人、令和の怪物は佐藤じゃないのかっていうね、ところはありますけどね。で阪神8回ね、DeNA ピッチャー山崎ねロアスセンター前で、ここダイソー上田が出て盗塁グッてね、で中野がね2エンド2からねセカンドゴロ、もうねもう絶対進塁打打つぞっていうようなねバッティンググッて、これね大事、非常に素晴らしかったかなと。で梅野がねセンター前タイムリー打って、で代打糸井の時に代打糸井がねライト前ヒットで1、3塁になって、こうダイソー島田がねすかさずセカンドへ盗塁で、近本がねライトへタイムリーツーベース、ここで勝負ありっていうところで、もうこのね、途中でできた島田そして上田ともにねこのどんどん走っていくっていうね、非常に効果的に走ってそこで1本出て返すっていうね最高の、攻撃の仕方したんじゃないかなと。あとねこうタイガースで言えばちょっとね DeNA4 回ね2点取ったんだけども、糸原のプレーねちょっとファーストそれちゃってねっていうところで、ちょっとそういったところをねちょっとちゃんとしていかないと、やっぱミスでね勝ったからいいけども負けていくっていうところもあるんでね、そういったところはね丁寧にやっていきたいかなと思いますね。あと DeNA ね、森もう足速いっていうね、でこの日も5打数3安打でシュワのバッティコンパクトに振り抜いてね、非常にいい働きスピード感もあるしね、この今日19日もね非常にいい働きしましたけどね、まあ、この中でね17日はねちょっと宮崎5打数0安打で外が5打数1安打とね、この森オースティンさんのがチャンス来るけどもその後が返せないっていうところでね1本出ずっていうところがね結局敗戦につながったかなと、思います。そして18日ね2対5で阪神っていうところでね、この日先発伊藤がね8回98球4安打6三振無四球2失点と、まあ右バッターのねインコースストレート、そして外のツーシームチェンジアップ、非常に素晴らしいコントロール、そしてカットボールの切れ具合っていうのもね、この右バッター左バッター関係なく非常にいい形で持ち前のね投球が非常に発揮できたね素晴らしいピッチングだったんじゃないのかなと思いますね。あと攻撃面においてもねそつなしいっていうところでね、このね8回ね一気にねピッチャーエスコバーから3点取って逆転するんだけども、ここでねこのダイソーのね上田熊谷そして島田っていうこの3人がね躍動するっていうところでね、まあ先頭糸原がねレフトへツーベース打って、糸原に代わってダイソー上田でね、サンズがね出てきてそこでねセンター前にヒット一三塁になって、大山がセンターへの同点タイムリーで、大山はね、ダイソー熊谷が出てきて、で熊谷がねこのサンズに代わって出てきたところで、大山の打席で、ね、こうしっかり走ってんだよね、熊谷が走ってることによってセンター大山の打球がセンター抜ける、また三塁に行く、この一三塁をね連動していく、で大山に代わってね島田ダイソーで、島田がねまた盗塁していく、で佐藤フォアボールでロハス押し出しデッドボールの中野が犠牲フライで
一気にエスコバーから3点取って逆転っていうね、非常にベンチの策、そして選手たちの躍動感、スピード感、しっかり走っていく、このね、まあ、上田、熊谷、そして島田、このね、3人の選手たちのね、スピード感、ガッガッガッっていうところでね、非常にこの逆転劇をね、演出したっていうね、まあもちろん打った選手も素晴らしいけども、この途中から出ていく選手たちがね、非常に、躍動してね、この逆転劇になったかなと。逆に DeNA はね、このまま勝ち切って終わらなきゃいけなかったっていうところで、エスコバーの状態が上がっていかないところがね、ちょっと心配っていうところはありますよね。そして19日、5対4でね、DeNA っていうところで、DeNA ね、坂本、6回93球、4安打5三振、無四球、1デッドボール、2失点と、まあ、ストレートをね、腕振ってしっかり投げ切ることによって、チェンジアップの落差もよくね、非常に生きたっていうね、右バッターにはストレートチェンジアップ、そして左バッターにはストレートスライダーっていうところでね、しっかり緩急をつけてピッチングできたっていうところが、このね、勝ち星につながったかなと。逆に阪神ね、藤浪先発っていうところでね、4回3分の2、102球、8安打、5三振、3四球、4失点と、まあ、いい球もあるんだけどね、いい球もあるんだけども、全体的に制球不安定、やっぱり登板、投げてみないとどうなるかわからないっていうところがね、ちょっときついからっていうね、なんか矢野監督も、次回はね、ガンケル次第っていうね、いうところもあるんで、ひょっとしたら次回で、ね、先発がない可能性もね、あるかなっていうところはありますよね。攻撃面においてはね、DeNA、初回ね、いきなりね、桑原が初球のストレートをね、159キロだったかな、ライト前ヒット。で、その後ね、ワイルドピッチでね、セカンド行って、この森がね、このインコースなんかしっかり振り切ってね、ライトへタイムリーヒット、しっかりね、この桑原、ホームに帰ってきて、で、佐野もね、その後タイムリーツーベース、レフトね、スライダー、カットボールかな、引っ張り込んで、で、森の足が速いっていうね、しっかりホームまでね、帰ってくるっていうところでね、しっかり2点先制。まあその後ね、オースティンフォアボールになってノーアウト1塁になったけども、まあその後のね、藤波がよく踏ん張ったっていうところありますけども、この桑原、森、佐野っていうところのね、連動で一気に2点をね、先制したっていうところは非常に大きかった。まあその後もね、しっかりね、藤波はね、踏ん張るんだけどもね、でその中で5回表にね、阪神が、佐藤がね、ライトへヒット。で、ロハスジュニアがレフトにね、タイムリーツーベース。この時にね、佐藤が走ってんだよね。走ってることによってホームに帰ってこれた。このね、もうタイガースの総力、意欲、そしてチームとしての方針、非常にね、素晴らしいっていうね、ところはあるかもしれないですね。で、中野がね、こう見事送りバント成功。でね、この梅野の打席で冒頭、ね、止めなきゃ反応遅かったよ、ここパン当たってドーンって弾くのはね、もう反応が遅いでしょ、あそこはしっかり止めたかったな。でもここ2点取ってね、お、同点、お、いけるかっていうところでね、まあ5回裏ね、佐野は三振取るんだけども、オースティンフォアボールで、宮崎がね、レフトへツーベース打ってワンアウトにしたんで、外アウトに取って柴田のね、打席でセンター、これ近本ね、ダイビングするんだよね、で届かずね、でここで2失点になるけども、あの近本のダイビング、グッド、あそこはね、勝負するべきだね。まあ、勝負して取れなかったっていうところはね、仕方ないけども、あのダイビングは非常に、判断的にもね、良かったと思うんですよ。ちょっとね、差で取れないっていうところでしたけどね。で、ここでね、逆転されて、しかしね、7回表にきっちりね、梅野がタイムリーヒットを打って、1点差に詰め寄ってどうかっていうところで、まあ、8回裏ね、まあ、佐野がタイムリーヒット打つんだけども、まあ、こういったところでね、もうちょっと踏ん張れたらっていうところはね、リーフにあったけども、ここのね、8回のこの1点というところが非常に重かったかなと。でもね、DeNA はこの7回失点のね、エスコバーもまた失点してね、若干リリーフ不安かなと。で、その中でね、8回ね、投げたね、山崎康晃ね、普段はね、ストレートとね、このツーシームっていうところがメインだけども、この日はね、スライダーを結構ね、うまくカウント取り使って、ちょっとね、配球変えてリードの幅が広がったかなと。それにもね、まあ一つあったと思うけどね、素晴らしいいいピッチングにね、繋がったんじゃないのかな。あと、この DeNA のね、ダイビングで言えば、7回表ね、佐藤がね、デッドボール受けて、その後、ロハスのね、センター、桑原ダイビングキャッチ、グーッ、これね、勝負どころ、これもし抜けてたらね、どうなってたか分かんないところをね、ダイビングしに行ってね、勝負かけて取ったっていうところもね、非常に意欲的なね、キャッチだったと。まあ、近本とかはね、取れた取れなかったあるけども、これ両方センターのね、姿勢、ね、意欲、判断、素晴らしかったと思いますね。でね、最終回、またね、佐藤がレフトへホームラン打って、わあ、逆転あるのかっていうところでしたけどね、まぁ、ちょっと1点届かずっていうところでね、まぁ、この8回裏のね、この1点っていうところがちょっとね、重かったかなっていうね、まぁ、結果ね、5対4で DeNA の勝ち、まぁ、結果ね、全体的には2勝1敗で阪神の勝ち越しっていうところに、ね、なりました。さあ、続いて、中日対広島。
11日3対0で中日、18日3対0で中日、19日3対1で広島っていうところでね、2勝1敗で中日の勝ち越しになりましたけども、17日の試合3対0でね、中日。中日で先発福谷。7回92球、4安打5三振、無四球、1デッドボール、無失点っていうところでね、非常にフォームのバランスがね、良かったかなと。本当に力感なくね、スーッと軽い筋、軽く来て、腕だけしっかり振っていくっていうね、このバランスの取れたね、この力感ない投球っていうのがね、制球の良さを引き出して、非常に素晴らしいピッチングにね、繋がったかなと。逆に広島ね、森下。7回106球、6安打4三振、2四球2失点。こちらもね、非常にいいピッチングだったんだけども、援護なく、まあ仕方ないっていうね、まあ感じですよね。で、中日の攻撃ね、足を使って欲しい時に一歩、策もはまり、見事っていうね、攻撃になりましたよね。まあ3回裏ね、2アウトから京田がね、9球粘ってフォアボール、そして盗塁、そしてね、渡辺が1ボール2ストライクからね、カットボール低め、難しいところをレフトへヒット。ね、タイムリーヒットっていうところと、7回ね、大野がセンター前。で、溝脇バンドで送って、代打エルマルティネスがカットボール、コースいっぱい、ひょっとしたらボール気味かなっていうところをね、ライトへタイムリー。ね。で、8回裏、渡辺がね、ライトへホームラン、一本勝ちだほーっていうところでね、非常にね、効率よく、たんだ欲しいところで一発っていうね。で、まあ足も使って、代打策もハマりっていうね、見事な攻撃だったかなと思いますね。広島はね、全体的に0点っていうところでね、ちょっと見どころなかったかなと。ね、いうところです。で、18日、3対0で中日っていうところになりますけども、中日、2試合連続、足、欲しい時に1本、策もハマり、見事勝利、この2試合連続、今年は珍しい、ね、こういう試合っていうね。まあ2回裏ね、先制でね、どの上はね、レフトへツーランホームラン、ね、前回ね、打って走らなくてね、ちょっとね、規律を生み出して、ってね、ヒーローインタビューで言ってましたけどもね、ここは非常にね、いい形の先制、欲しいところで一発出て。で、6回裏ね、2アウトから大島がね、ショート内野安打、そしてね、盗塁、ね、で、ビシエドがライトでタイムリーツーベースでね、ダメ押し、こう欲しいところで、ね、足を使って、ヒットでね、この2アウトから得点をしていくっていうね。で、投手リレーもね、先発まずは6回表ね、突如乱れてね、2アウトから3四球で満塁にしちゃうんだよね。ここで、ピッチャー交代、このスパッとの交代劇もね、非常に策がはまったかなと。で、ここでね、田島ができてきてね、対鈴木誠也にね、2ボール1ストライクからインコースをストレート投げるんだよね。これがものの見事に素晴らしい球がいってね、詰まらして、サードゴロ、見事に引き死、グッピッチ、ね。816日ぶりのホールドっていうところでね、非常に素晴らしいピッチングだったかなと。2ボール1ストライクからね、まるでデッドボールもいけないっていう状況でね、あのインコースのストレートはね、非常に良かったんじゃないのかなと。広島はね、玉村ね、先発。まあ粘ってね、非常に良かったんだけどもね。まあね、チームが1安打。じゃあね、まあ一つ、さすがに無理です。ね。で、これ2連敗ね、広島しましたけども、まあ19日ね、3対1で広島の勝ちというところで、この試合ね、もうエース大瀬良。ね。7回95球、5安打4三振、1四球無失点とね、まっすぐカットボールの制球力が特にいいっていうね、コース低く、しっかり投げ切ってね、で、球数も少なく、まあ理想的にはね、ピッチングだったんじゃないのかなと思いますね。で、5回表ね、ピッチャー大野ね、2アウト1塁から大瀬良がライト前ヒット、ね、で、野間がレフトへタイムリーっていうね、この大野からしたらこの大瀬良に打たれたのがね、このキーポイント。大瀬良ね、投げてもぐ、打ってもぐっていうね、ところで、このね、ヒットでね、先制点を掴んで、で、7回表はね、ピッチャー岡田、ね、ワンアウト1塁から今度は大瀬良がきっちりバンドで送って、野間がレフトへタイムリースリーベースでね、欲しい追加点。で、その後の長野のレフト前、この3点目、この長野のヒットがね、非常に大きかった。いい形をね、このクッてね、回ってね、レフトへヒットってね。で、中日のね、ピッチャーの6回102球、5安打4三振、1四球、1失点。まあね、援護なく仕方ないっていうところで8敗目。これがね、中日の今の現状よ。このね、大野が8敗。ね、いい時に、ね、なって勝たしてやれてない。リズム乗れない。ね、B クラスっていうところがね、出てるかなと。でも、中日、守備、ね、京田のショート三遊間寄りのやつ取ってね、セカンドでね、フォースアウト、ね、福田、レフトのね、後ろね、キャッチ。でね、坂倉がね、センターオーバー打った時のフェンス直下のね、大島、水脇、木下のね、このトーンと中継でホーム、松山はタッチアウトっていうね、この随所でいいところもね、出たっていうところはありますけども、まあね、全体的には、こうね、欲しいところでね、この19日は欲しいところで一本ね、出なかったっていうね、感じですよね。結果、2勝1敗で中日の勝ち越しになりました。さあ、ということでね、総チェック全部終わりましたけども、こう、今日のね、20日金曜日ね、今日からの試合、セリーグはね、巨人、DeNA、そして
中日阪神で広島ヤクルト、パリーグは日本ハム楽天、オリックス西武、ソフトバンクロッテということで、セリーグパリーグともに現在 A クラスと B クラスの戦い、ここで B クラスのチームに A クラスが負けちゃうと落ちるよっていうね、逆に B クラスのチームはここで頑張って、もうセリーグなんてもう広島中日 DeNA がもう3連勝する勢いでいかないとね、猛勝利口事故、皆さん3連勝しなさい。そうするとセリーグが面白くなりますね。逆にパリーグね、日本ハム、そして西武、ロッテがどこまで頑張ってね上位に行けるか、これもこんなのもうね、西武とロッテが3連勝したらもうね、ギューッともう AB クラスひっくり返したりね、ギューッていく可能性もあるからね、ちょっとこの週末はね大荒れになるかもしれませんね。面白そうですね。というところでね、あとね、ちょっと西日本バッタとかね、天候が心配なところはありますけどね、あと、まあ、全国の皆さんね、本当にちょっと最近ね、天候が荒れてますのでね、まあ、コロナ禍っていうところもありますしね、コロナに気をつけるのはもちろんですけども、ちょっとね、豪雨いきなり降ったりね、スコール降ったり、ちょっとね、天候が、あまりね、いい形になってないんでですね、ぜひ皆さんね、住まれてる地域のね、このニュースとかもね、しっかり把握しながら、ぜひね、気をつけて対策取ってもらいたいと思います。その中でね、プロ野球を皆さん楽しんでいきましょう。そして、佐々木チャンネルをお楽しみに見てください。というところで、今回、ソチェック以上です。皆さんのチーム、今日は勝てますかね？じゃあ。あ、そうだ、忘れてた。週末のプロ野球も、要チェック。ネットじゃ言えないからライブやるんですよ。ネットじゃ言えないからライブやるんですよ。残念ながら何でも答えれるんですよ。YouTube でも言えないことを言っちゃうんですよ。YouTube でも言えないことを言っちゃうんですよ。いや、会場出たら全部忘れてほしいですよね。いや、会場出たら全部忘れてほしいですよね。その代わり、あの出口出たら忘れてください。ぶっちゃけすぎですよね。ぶっちゃけすぎですよね。使いどころが違うんやーって強制送還です。